し。え、あれじゃないの、ストレスじゃないの、うん、試してんだこっちは、うん、え、そっち何、うん、え、あ、ストレスじゃないんだ、うん、こっちの方がいい、いいとかはないっす。あ、そう、うん、今合うやつを、うん、見つけてる。そうです。あ、どれがいいですか、言っていい、いいっすよ、マジで、うん、行こう。よし、じゃあ打っていきますね、うん、行きますね、どうぞ。すんげえ振ってんじゃんいや全然打ってないですよ。すんげえ振ってんじゃん。全然振ってないですよ。そんな振らないでしょコースで。いや全然めちゃくちゃ振りますよ。いやこんなの振ってない方なんで。320ぐらいいっちゃってるよこれ。え、そうっすか。うん、もう全然ちょんですよ。ほんと、はい、全然ちょんですよ。で、なんか気にしてるの？スイング中。スイング中ですか？うん、そうしようかなとか、こうしたいな。触れないですよね、コースだと。触れない触れない、はい、全然触れないですよ、ね、触れてるけど、うん、触れない、うん、触れないですね。え、なんかさ、いろいろあったじゃん、はい、球上がらないとかさ、やっぱ捕まっちゃうとか。ありましたね、うんうんうん、そういうのは？まあ、ないですね、今ない、うん、まあまあ今オフだからまあこんな感じかなみたいな。そうですね、うん、こっから開幕に向けて、うんうん、でも実際問題これ、まあこれ正直言うと、うん、あのまあ普通に振ってるじゃないですか、うんうんうん、これ終わったら普通のスイングして、うん、今意識してるところを言おうかなと思ってました、うん、そしたらこの満振りを普通分析してくれて始めてるんで、うん、あ、これじゃない方がいい？いやでもこれどうですか？マンブリの割に結構意外と良くないですか？うんうんうん、邪魔してない？いや全然邪魔してないんじゃない？左足なんか特に邪魔してないんじゃない？うん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 、球の高さは？もうちょうどいいですね。どちらかというとハイボールですね。あ、ほんと？はい、いいじゃない、そうしたら。じゃあ普通に振っていいですか？あ、いや普通に振って。じゃあよろしくお願いします。あ、お願いします。改めてよろしくお願いします。お願いします。お願いします。いや久しぶりだな、ケイタさんに見てもらうの。行くね、うん、あれ何これ、さっきと違うな、アドレスがこんなに位置が違う、近い、はい、布団叩き打法ですよさっきのは飛ばそうとすると遠くなるのかな。そうですね、どちらかというと、ね、イメージ的に飛ばそうとすると、うん、もうこっから、うん、あーバーンって感じなんで、はい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 、だからここみたいな、はい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 、え、パッと思ったこと言っていい？はい、まあ、ナオトって基本的には上からはあんまり来ないじゃん。来ないですね。どっちかっていうと若干下から来てのまあドロー系じゃないで、まあまあこれなんかはまあまあまあそんなにインサイドアウトもきつくないと思うんだけど、まあ、やっぱフォローとかもこうね、ちょっととこう手が離れ気味のこうアウトに持っていっちゃう系じゃない、はいはいはい、うん、っていうのを考えると肩もっと開いてみても面白いんじゃないかなって。なるほどね。確かに一番の悩みは怪我なんですよ、うん、でそれは何かというと、うん、手首痛めてます、うんうんうん、で、うん、その手首じゃあどこから痛めたのってなった時に、うん、僕親指だと思うんですよ、うんうんうん、あっ痛っって思う瞬間があるんですよ、うん、それは共通したとき、共通してなんですけど、うん、振り遅れたときブリンってなったときめっちゃ痛いです、はあはあはあ、で痛くないようにするとき、はあ、これ痛くないなってこう痛くない打ち方があるんですよ、はあはあ、それはどちらかというと常に立てて入れてくるときは痛くないです。もうこうやってなった瞬間痛いんだ。痛いっすね、めっちゃ。でもこうやると飛ばないです。あ、はい、
飛ばすんだったらやっぱりこうやって持ってった方がいいけど、こうなっちゃうんすよね。ちょっと下がバンってなると、はいはい、親指が痛い。はい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 。はあ、そうですね、はあ、っていうようなあの感じです。ほう、まあ、なんかこのインパクトなんかを見てもまあね、もちろん、ね、腰とかはこう回ってるんだけど、なんとなくこうちょっと気持ちこうなるじゃないけど、若干胸がこう入ってくるとちょっとインから苦しくなっていくのかなみたいな、こうするとあんまり左に触れないで手の位置なんかポーンってこうフォロー、ね、アウトに抜けていっちゃうから、なんとなくもうちょっとぐわってこう胸もこっちに向けていっちゃってもいいのかなみたいな。でそこで先生、あのね、はいはいはい、ちょっと質問なんですけど、うんうん、僕、うん、めっちゃハンドファースト強かったの覚えてます、うんうん、覚えてる覚えてる。こっち側で残さないようにしようとすると、うん、ハンドファースト強くなりすぎるんじゃないかっていう恐怖心があるわけですよ。あ、じゃあ正直言うと、やっぱこうアマチュアの方はハンドファーストなりたい、うんうん、僕はハンドファースト強すぎてハンドファーストなりたくないですよ。なりたくないね。だから、うん、なりたくなさすぎて、うん、こういう入れる練習してたんですよ前。うん、覚えてます、うん、覚えてる覚えてる覚えてる。こう覚えてる覚えてる、うん、で、うん、こういう感じなんですよ、うん、ね。だってここでバーンバーンってこういうイメージもしてたもんね。そう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 、染めるみたいな。そう、うんうんうん、分かる。だからこっち側をこう行きすぎると、うん、それこそ強くなるんじゃないかと、ね、そうこうなりすぎると逆に寝てくるのかなと思う。ああ、はあ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 。そこでまあ先生に質問ですけど、うん、今後どうしていきましょうっていう方向性ですよね、うんうん、どういうふうに慶太さん今年行きましょう、うん、でもまあその前にちょっとあのカルピス買ってきてもらっていいですか無駄遣い無駄遣い。上村慶太の無駄遣い。ちなみに、はい、グリップウィークは気持ち悪くなっちゃった。気持ち悪かった。一時期ちょっとやったじゃん。やってないっす。あ、やってない。正直言うと今もう体を痛めないようにイメージをしてて、うん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 、でウィークにするとここめっちゃ張ったんですよ。あ、痛いんだ。そう。あ、そうで、うん、そこで、まあ、消去法じゃないですけど、うんうんうん、どれが一番楽なのかなってなった時に、うんうん、結局やっぱ引っ掛けるだけが一番楽なんですよ、うんうん、これだったら持つっていう感覚に変わるわけですよね。でこれだったら引っ掛けるだけでいい。はいはいはい。これってどうなのっていうところが、うん、だ多分もうこういう動きが反応しちゃうんだろうね、うんうん、手首がもう下向くみたいな。これがすごい嫌なんだ。痛いし、うん、そうですね。だから常にちょっとこうやって立たせたい、こうしたくないみたいなのがあるんだろうね。あるかもしれない。だから引っ掛けたいし、若干ちょっとこうちょっと深く握っといて、うんうん、まあ親指が下向かないようにをずっとこうやりたいっていう、やった方が、はい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 、あるのかなとは思って、うん、合うのかなっていう。ちなみにさ、インパクトの時に腕って何か考えてる？考えてないです、ね、全然考えてない。腕は考えてないです。おお、どこら辺考えてる？なんかお尻お尻